下結びするってこと。めっちゃむずないね。でも結果そこが切れるっていうよりもここなんだもんね、きっと。そうだよね、そういうことだもんね、うん、どうやってここね結び目ですか。どうやっても結びで、あ、そういうことか、確かに、うん、じ一人じゃ結べないってこと。そうだよね、とはいえ、うん、ね、取ってこうやってちょっとはまんないしね、はまるほどブカブカでも困るもんね。そう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 、こっからどうするかってことですね。ってことですね。確かに利き手の方がいいな、それだと。あ、だからみんな足とかにつけるってことですか。の方が 両手でやってるもんね。手でやってる。できなくないけど、ね、嘘みたいなやり方になっちゃうな、ね、口で、あ、やばいやばいやばい。あとしかもそれじゃちょっと短いですよね。うん、やっぱりじゃあ耳なんだよ。すごい気に入ってますね。耳ね、耳につけるの新しく気に入ってるじゃないですか。これで洗顔むずいですよ、うん、あ、でも結果難しいけど、ね、うん、すぐ取れちゃいそうだし、しかも、うん、うん、すごい、なんか状態、なんかイヤリングみたいな、ね、なんかおしゃれな感じには、ね、あ、薄め目の方を下にするとちょうどこのテロテロっていうこのなんかもはや、はい、ここで結んでから耳にはつけた方がいいかもしれない、うん、まあ、耳は確かにそうかもですね。耳にはね、イヤリングスタイルなら、そうそうそう、確かに確かに、結んでからつけた方がいいかもしれないですけど、外せる、うん、その結ぶのも紐3本ずつ出てるじゃないですか。その3本を確かにいっぺんに結ぶの、ちょっと待って、1本ずつをね調べなさいっちゅうのっていうね。3本なのか、耳には、ああ、あ、耳、あ、かわいいかわいい、耳にはいい感じですが何してんのこの人みたいな感じには、あー無理だな、手には指3本かな、指3本が限界、指3本で、そうか、指3本か、耳の幅の広さなんだ、ね、耳の幅の広さにね、それを知れた、確かに大体3本ねぐらいなのかもしれない。おでこの方がちょっと広いんだ。おでこ4本だ、ね、おでこ4本、あ、そうなんだ、おでこ4本、うん、そうか、だいたい普通、へえ。3本だとちょっと狭 い, い、あ、そうなんだ、難しいです、難しいですね、意外とね、うん、難しいですね、人にやっぱやってもらうんですね。あ、やっぱそうだと、なんか編んだ人がとか、いろいろその人にプレゼントする、あ、なるほどね、こういう感じなんじゃないですか、このもっと長くしてこの、うん、紐は切っちゃう、はいはい、そこは切っちゃってこの網自体を長くして、うん、それでちょっとキュ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 みたいな、あー、そういうことね、両手でもできるくらいの長さに最初しといて、まあ一人で結ぶ場合はそうかもね、うん、まあそれか本当もう人に結んでもらうのが一番ね、早そうっちゃ早そうだから、そうだね、うん、同じ思いを、うん、だってみ、ね、思いを込めるものだから、そうだね、これをキュッてって、そう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 、結び合ってもらうのがみたいな、その場でつけるっていうのが、うん、そうね、お下げ、すごい、どのぐらいの長さ、これで短いもん ね、ちゃんと調べないとね、一般的な腕のね、うん、長さみたいな、足首と腕の長さってそう変わんないですもんね。ね、足、うん、ちょっと足首の方が太いですかかな、全然腕回んないもんな、確かに足首は回んないよね、うん、親指と腕サイズで作るか、ね、足首サイズで作るかで迷うね、確かに、まあちょっと大きめの方がいいのかな、確かに、まあ結べばいいもんね、ちょっときつめに長かったら、まあ、平均の長さがきっとあるんじゃないね、こう人のね人体のね広すぎるかもしんないけど、うん、いやいや人体のちょっとくらいの、うんうん、それでいい気がするな、ね、うん、うん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 、了解でした。輪っかとか作ってやったりするらしいよ。へえ、やってるんだ。あ、10月が終わる、10月が終わって始まってる、始まってるかもしれないね、はいじゃん、よっはいみたいな感じ、もうあれですか、最近はそのマイクテストはもうしないもう私たちが喋ってる間にもうされてて、ね、実はもうそのまま、そういうことなのか、まあまあ、はい、高田さん、千本木さんとかなく、なくね、うん、もうね始まっていたよという、なるほど、ね、にしてはじゃあ長かったか、ちょっと気づかなかった、気づかない時間が長すぎて、うん、じゃもう夢中になって長さについてさ真剣に考えて止め方とね長さについて調べてしまっていたから、そうだよ、ね、10月が終わりますよっていう人のおじさんの声で気づくと、そういうことだと思ってましたが、10月の終わりといったらハロウィンですが、うん、
1ヶ月後11月の終わりと言ったら、何ですかねと、毎年おなじみの何ですかねって書いてるよ。うん、毎年おなじみのね、イベントってことですか。え、どうなんですかね。どうなんでしょうね。11月の終わり、うん、まあ、12月の初め、うん、もう何ですかね。プロ野球選手の契約更改の他に何かありましたよねと。何ですかね。逆にプロ野球選手の契約更改はこのタイミングなんですね。うん、シーズン終わりと。なるほど。はい、なんだこの、ね、ちょっと何なんですかね。いいんじゃないですか。始めましょうよ。あ、もう始めますか。はい、もう始めましょうよ。了解しました、はい、じゃあ始めていきましょう。気持ち悪い。いきなりなんかもう終わった。あ、来てるみたい。はい、来てる。え、音来てなかった。うん、あ、音めっちゃ来てたよ。あ、音、うん、あ、私は聞きないわよ。やばい、マイクテストの弊害が来てる。待って、マイクテストしないが入ってた。しない、入ってた、入ってた、入ってた。あ、じゃあ参ります。え、入ってる、今入ってる。入ってないよ。入ってない。あれ、やばいやばい、今調整ね。そうそうそう、入ってくれましたよ。あ、いや、待って、調整するからやってて。こんなリアルに調整しながら。でももうなんか収録はあるよぐらいの、続けていくよみたいな。いや、じゃあやっていこうか。ほら、私の前、私が上がってますねこれ。あら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 、私の方が上がってます。イヤホンの中の音が。あ、そういうことか。あ、私が上がってます。私が上がってます。高田も来たかも、来たかも。途切れ途切れに。途切れ途切れ。うん、接触悪いかな。驚きの途切れ途切れ感で。やばい、怖い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 、思い出される。どうなんだよ、なんで毎回私のなんだろうな。タイミングで、タイミングで。やばいな、怖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 いな。どう、あ、参りました。あ、来た。今すごい綺麗に。あ、綺麗に。あ、いつもの、いつもの環境です。ちゃんちゃんにはずっと綺麗に。そうか、じゃあ気持ち悪いか、この時間は。気持ち悪い ね、 ね、私と同じ環境だったらさ、ね、もう、あ、分かるよ高田さんって聞いてくれるけど、ね、もう聞いてる人からしたらさ、何言ってんの高田さん。確かに、ずっと綺麗に聞こえてるような状況だよ ね、 うだね、うん、気持ち悪い時間だった。気持ち悪い時間だ、ごめんね。まあ、じゃあ始めるよ。始めるよ。挨拶します、うん、シャカリキちゃん、シャカシャカ担当高田優希です。シャカリキちゃん、リキリキ担当千本木さやかです。はよー。はー、11月の終わりには南へ行きたくなりますよね。ん、大相撲の九州場所もありますけど、その後にもね。あー、なんですかね、南ね、行きたくなるか。なんだろうな、これなんか無性になんか、タクシーを呼ばなきゃいけない気持ちに。あ、タクシーね、タクシーを呼ばなきゃいけない気持ちになるよね。わかるよね。そうそう、なんかいろいろさ、黒いものとか探しちゃうよ。大喜利、大喜利じゃなくて、なんて言うんだっけ、ああいうの。何、整っちゃう。整っちゃうの。整っちゃうの。あ、なんだ、ねずっちさんとか。言っちゃった、言っちゃった。いや、言っちゃった。あ、ごめんなさい、謎かけの方言いたかったんですけど、出てこなくて、ちゃんと人の名前を言ってしまいましたけれども、うん、まあまあまあ、なるほどな、そういうことなんですかね。まあ、とにかくね、南にね、11月末とかね、まあ、そうですね、行きたくなりますよね。そう、はい、南に行こう。ありがとうございます。今回もシャカシャカリキリキ頑張ります。最後までお楽しみください。すごい。謎かけね、謎かけ。だ、高田優希、千本木さやかの、だいぶ意味わかんない、シャカリキちゃん。オープニング古今東西。古今東西、このコーナーはこれまであらゆるラジオ番組がやってきた企画、さらにまだどこもやっていない企画にチャレンジ。今後どんな番組イベントに出演しても動じないハートとアイデア力を鍛えます。いきなり古今東西だ。すごい、なんか今日すごい ね、最初から飛ばしてるね、うん、なんか若干のイレギュラー感というか、うんうん、ありますけれども、まあ、前回こう時間の都合でね、この古今東西ができなかったので、はい、まあ、今回このゾーンにおいて確実にやるよという作戦。久しぶりですね、ここに来るのは、ね、どうしてもやりたいんっていうので、この企画は絶対に次には飛ばせない企画っていうことですね。まあ、時期もあるか、はい、はい、ということでございます。今回のテーマはこれ、シャカリキ妄想文化祭。は
はい、今年も高校や大学、専門学校の文化祭に呼ばれなかったシャカリキちゃん。番組開始から丸8年経過して呼んでもらえないんだったら、もう自分たちで妄想するしかないという結論に至りました。 お得意の、はい、やだよ妄想がお得意になるのは。お得意の妄想劇。これから私たちは文化祭で出迎える側と遊びに行く側をそれぞれ演じます、うん、より文化祭らしさを醸し出せた方が勝ち犬になり負け犬にならずに済みます。なんか懐かしいですね。懐かしい、久しぶりに出てきましたよ、うんうん。これから私がシャカシャカ高校の文化祭のいろんな教室を開けていきます、うん、ユッキーはいろんな企画展示をシャカシャカ高校の生徒として紹介してください、うん、そして演じるお題はすでにユッキーの手元に渡っています。はい、はい、お題制なんですございますね。うん、お題制なんでございますわね、はい、ありますか。ちょっと待って、ここにあるんじゃないですか、うん、これじゃないですか。あ、これか、うん、これじゃないですか。ありますわ、うん、ありますわ、ありましたわよ、はい、出したわよ、はい、はい、じゃあいきなりですけど行っちゃっていいですか。お互いの文化祭の、うん、思い出みたいなホラーズにいるか。もうそうですね、妄想を繰り広げてしまって、あもうね、特にアフタートークで、あー了解しました。アフタートークの方でね、はい、了解です。はい、はい、じゃあやってまいります。いきますか。はい、いきましょうか、はい、はい、ではでは、それでは始めていきましょう、シャカシャカ高校の文化祭スタートです。シャカシャカ高校ってこんな感じの校舎なんだ。ん？この教室は何やってるんだろう。ちょっと入ってみようかな。ガラガラ。いらっしゃいませ。占い喫茶へようこそ。占いなんですね。ありがとう。占ってもらえる感じなんですか。あ、いいですか。占わせていただいても、ありがとうございます。ありがとうございます。うちの占いはですね、はい、ちょっと特殊な占いをしておりまして。え、人中占いというものをしております。人中占い、ちょっとどういう感じか全然あの想像つかないんですけど。人中、え、はい、はい、あ、そうなんです、はい、花と、はい、花とこの口の間がありますね、はいはいはい、あ、ここですか、はい、これが人中って言うんですか。ここ人中と言うんですけれども、はいはい、ここを見てあなたがそのなんだろう、幸せになるかどうかっていうのが分かります。うわー、細かい。さすが、なんかあれですか、工業高校ならではみたいな感じですか。工業高校だったっけ。やっぱ、そう、やっぱねえ、共学の学校じゃあんまそういうの、うん、ね、あー、そうでしたか。あまりだってクラスで出し物決めますよね。そうですね、人中占い、うん、そう、やっぱ普通にね、こうタロットとか、あの手相とかもいいなって思ったけど、うん、もうちょっと個性出したいよねって話になって、そこは人相占いじゃなくて人中占い、さらに絞っていきたいなと思ったんですけれども、いいですか、じゃあ早速占わせていただいて、はい、幸せになります。 あなた幸せになりますよ。 ありがとうございます。すごくね、富があります。富があのお金がすごく、富はあんまないんですけど手に入ると思います。でも、まあ、確かにあの他の占いでも、はい、お金には困らないかもしれないっていう風に。そうですよね、お金持ちにはなれないかもしれないけど、うん、お金には困らないかもしれないみたいな占いは出たことあるんですよ。そうですよ ね、 なんかね、すごいですね、はい、しかもなんかこうちょっと出所のわからないお金が、いや、それはお前だろ、いっぱい、ごめんなさい、ごめんなさい、私初初対面ですよね。なんですか、お前だろって言われました。ちゃんとしっかり、それあなたでしょって言おうと思ったんですけど、ああ、そうだったんですか。あなたよりお前が先に出るタイプです。すいません、になると、はい、よくないですね。あ、びっくりしました、はい、ぜひなんか宝くじとか買ってみてください。わかりました、ありがとうございます。そう言った人だいたい信じて買ってるみたいなんで、はい、はい、面白いですね、人中占い。そうでしょう、ありがとうございます。どんな人中なんですか、うん、え、どんな人中なんですか、なんかどういうところが特徴だからそういう風に、はい、見えるんですか。お客様ですか、うんうん、そう、え、あ、なんかそのなんですかね、なんかお金に見えるんですね。くぼみ最悪やな、くぼみがちょっとこうなんかお金に あまりこうなんですか、出てないじゃないですか、そのなんか彫りというんですか、はいはい、みたいなのがあまりないじゃないですか、はいはい、だからなんかその平べったいなんかコインのような10円玉のような何かが、あ、10円玉みたいな、ね、飛ばせそうな感じが。そうなんですよ、遠くへ、あ、遠くへ飛ばせそうな感じが気がしますね。すごいですね、なんか結構意外と専門的で、はいはい、面白かったです、ありがとうございました。ありがとうございます、こんなに聞かれて、ありがとうございました。え、待って待って待って、ほら
待って待って待って一個でおしまい。ありがとう。お、そろそろ友達のダブバンドの時間だ。百葉箱ステージへレッツゴー。はい、シャカシャカ高校ご堪能いただけたわけないよね。いやいやもう全然いいよ。でも面白かった。めっちゃ面白くて、なんか意外と素晴らしい。やっぱ素晴らしい才能。はー。とは来るとは思わなかったです。占いで何を飛ばされたのかわかんないけど、人中にね、人中に気をね、そう、どんだけそれを跳ね返してくるかによって、そういうことだったんだ。すごい勢いで跳ね返してきてたよ、ボンちゃんは。あれだから、効果だから。そうだよね、10円玉だから。そうそうそう、めっちゃ飛ばせるから。そう、これ飛ばせない人もいるのよ。あ、そうなんだ。そうそうそう、私とか多分全然飛ばない。なんか飛ばない方が良さそうな気もするけど。そうなの、うん、富が入るから。富が入るから。ありがとうございます、はい、ということで、はい、ではではシャカシャカ高校は以上となりますけれども、はい、次はボンちゃんです、はい。まあ、いろんな企画展示をリキリキ大学の生徒として紹介してください、はい、あ、私は大学なんですね。あ、そうっすね、大学ですね。ゆっきは高校だもんね。うんうん、そうそうそう。ボンちゃん